大一倍は中華人民共和国のバレーボール選手。15歳の頃から中国代表に登録されていた。2003年に中国代表の候補に初選出される。翌年のワールドグランプリの香港ラウンドで代表デビューした。2005年のアジア選手権より本格的に代表チームでプレーしている。同年のグラチャンにも出場した。2006年に 日本で開催された世界選手権はレギュラーで活躍、5位入賞を果たした。2008年20歳で迎えた北京オリンピックでは見事に銅メダルを獲得した。同年の第1回アジアカップで優勝へ導き、ベストスパイカー賞を受賞した。2009年より世代交代を行う代表チームの中核となる。 翌年のワールドグランプリ2010では4位となり、自身もベストサーバー賞に輝いた。また、地元で開催されたアジア競技大会で優勝を果たし、大会 MVP に選ばれた。2011年9月に行われたアジア選手権で、3大会ぶりの優勝へ導き、MVP を受賞した。同年11月のワールドカップで、銅メダル獲得に大きく貢献した。 2012年、怪我により、代表チームを離脱していたが、ロンドンオリンピックで復帰した。だが、準々決勝で、日本に敗れて5位で大会を終えた。2013年の FIVB ワールドグランプリで、銀メダルを獲得した。同年、トルコリーグの強豪エジザージュバシュビトラに移籍した。ありがとうございます。